今日も開拓生活を頑張ろう。砂掘り人のマシューがうつ病を患って自殺しました。マシュー。開拓生活の過酷さに耐えられなかったか。幸福度が低いからうつ病になったのかな。いや、酒は十分残っているし生来の気質じゃないのか。というわけで幸先の悪いスタートになってしまったよ。気を取り直して今回も健康的な街づくりを目指していくぜ。肉屋が完成したぜ。肉屋では肉から油脂を取り除くんだったよね。ああ、いろんな肉をヘルシーな肉塊にするぜ。よく見ると油脂を切り分けても肉の数量は減らないのか。肉10個に対して肉塊10個と油脂8個を生産してくれるぜ。鶏肉では油脂を生産できないんだね。だが、肉塊にすることで元の鶏肉より数量が増えるぜ。油脂を石鹸にして街の衛生度を高めようというのが狙いなんだよね。ああ、石鹸にできる原料は他にもあるが、今のところ油脂が一番手に入りやすいと思ってな。早く牧草地からお肉が生産できるといいね。あ、マリサ、また流れ星が流れているよ。流れ星が流れているって頭痛が痛いみたいな言い回しに感じるな。またお願いをしてみよう。それじゃ今度も農業がうまくいくように願うか。親方、空から楓の種が。作物の種をゲットできてうまうま。楓の種は果樹園で育てられるみたいだね。俗に言うメープルシロップを生産できるぜ。カナダ汁か、ふざけた名前をつけるな。まあ今すぐ栽培するようなものではないな。しかし前回はサトウキビ、今回は楓と甘いものを続けて入手できたね。将来的に製糖業でも起こそうかな。あ、もうちょっとで移民が来るじゃない。慢性的に人手不足なゆっくりタウンでは移民は常にウェルカムだぜ。でも移民を迎えるごとに毎回たくさん家を建てなきゃいけないから大変だよ。ならば今回はこいつを建ててみようか。うわ、なんか大きい建物が出てきた。こいつは寄宿舎。24人の市民が住める集合住宅だ。24人も住めるのか。普通の家と同じく中では飲食や暖を取ることができる。大きさの割に建材は少ないが、万円になると住民は子供を作ってくれなくなるようだ。建材が少ないから壁が薄いんやね。ま、とにかく寄宿舎を建設すれば移民の住居には困らないだろう。ここに建設指示を出しておくぜ。個別の家が完成したら順次寄宿舎から出て行ってもらうよ。寄宿舎はあくまで仮の住まいだからな。その後、やってきた移民を受け入れたよ。今回の移民の数は12人だったぜ。マリサ、見慣れないマークを出している移民がいるよ。なんだこれは。なんだか知らないけどよくはなさそうだね。これはじっくり確認する必要があるな。はしかを患っている。他の市民に移す可能性がある。はしかか。放っておけば病気が広がってしまう。また感染対策の技術を解放しないといけないな。この接触感染という技術を有効化すればはしかの治療ができるみたい。なけなしの技術ポイントを使って接触感染を解放するぜ。これではしかが街に広がる心配はなくなったね。しかしそろそろ開発ポイントを貯めるのがしんどくなってきたな。どういうこと？開発ポイントが手に入ると、次の開発ポイントを手に入れるための経験値が増えるんだぜ。こんな風にな。最初は経験値が500貯まれば開発ポイントがもらえていたのに、今は8600も必要になっている？とまあこんな風に開発ポイントは年々貯まりにくくなっている。困ったねー。だから開発ポイントを素早く貯められるようにしていくぜ。よし、みんな。ここらの木を全部切り倒してくれ。環境破壊は気持ちいいぞい。更地にしたけどどうするの？この研究機関を建てるぜ。研究機関、開発経験値の大幅な増加を可能にする。紙を使うと生産量が増加する。他の技術をアンロック後、研究学園にアップグレードすることができる。まあいろいろ書いてあるがここで重要なのは、開発経験値の大幅な増加ができるということだな。経験値が溜まりやすくなるわけか。この研究機関をたくさん建設すれば、みるみる開発ポイントを取得できるようになるぜ。技術開放は街の発展に不可欠だから、早く開発ポイントを貯められるようになるのはありがたい。一つ完成したな。この調子でどんどん建てちゃって、と言いたいところだけど服がない住民が83人もいてそれどころじゃない。縫製所は稼働しているのだがあいにく服を作る材料の供給が不安定でな。ダメじゃん。まあ落ち着け、第二のバッファロー農場を建設したから、今後は肉と比較がこれまでの倍手に入るようになるぜ。
さらにいつもの2倍の労働者が加わり、そして3倍の労働時間が加われば、バッファロー、お前を上回る1200万パワーだ。そうですか。ああ、ちなみに家畜は別の牧草地から連れてくることができるぜ。家畜のいる牧草地から分けるを選んで、家畜の移動先を指定するだけでいいぜ。あ、本当だ。バッファローが新しい牧草地に移動しているよ。さて、新しい牧草地には移民に入ってもらったが、これでまた人手が足りなくなったぜ。あと薬草がなくなったせいでまた健康度が急激に悪化しているよ。大丈夫だ。これから健康度を回復させる施設を建設していくぜ。油脂がそこそこ溜まったよ。それよりも乾燥した動物の糞が食材扱いされているのが気になるが。みんな味噌と間違えちゃったのかな。とにかく、今は石鹸工房を建設しよう。石鹸工房。油、脂肪、または蜜蝋を石鹸に処理するために使用する。石鹸は健康度を上げる。ようやく薬草以外にも健康度を上げるアイテムが登場か。石鹸の技術は早々に開放していたが、人手不足や材料の調達ができなくて、結局11年目に差し掛かろうというところで生産の目処が立ったな。最初のうちはやりたいことがあってもできないというのがよくわかったよ。町の南側の研究機関はすべて完成したな。おかげで開発経験値がみるみる溜まっていくようになったよ。これで町の発展が加速すると言いたいところだが、結局人手が足りないからなかなか開発が進まないんだけどな。あ、学校に行っていた子供が卒業して仕事に就けるようになっているよ。ふむ、これからはこの町で生まれた者たちの手もどんどん借りられそうだな。国産の労働力だね。なんだよ国産の労働力って。町の南側も家が立ち並んでだいぶ形になってきたね。南側は工業施設をいろいろ追加していく予定だ。北は農業、南は工業、南北問題、待ったなし。ゆっくりタウンは給与が出てないから格差は出ないぜ。食事は配給だし公共サービスは無料、それが労働の対価だ。ゆっくりタウンは社会主義国家だった。現在新しい技術取得の真っ最中。どれにしようか迷うね。この技術ツリーは意外と複雑だからな。どこが？技術を開放しても、別の技術を開放していないと使えないものが結構あってな。例えばこの教育の効率化は、紙がないと意味のない技術だぜ。先に静止に関する技術を開放した方がいいというわけか。確かに複雑そうだね。まあ、開放しても使えない技術はさっきのように注意書きが出てきてくれる。それを見ながら技術を開放していくのが良さそうだ。技術を開放していたらいつの間にか石鹸工房が完成していたぜ。これで油脂から石鹸が作れるようになるね。油脂5個から石鹸5個を生産できるようだな。おお、変換効率がいいね。この素朴な建物がこれから町の健康度上昇に貢献してくれるのだ。次は石工房を建設しないとな。石工房、石をきれいな礎石に処理するために使用する。なんで石工房？町の健康度を上げるのに礎石が必要なんだ。どういうこと？まあそのうちわかる。建設場所はここでいいな。さて、それじゃ次の準備だ。準備？牧場の上に新しく畑を建設。ここで甘を栽培していくぜ。最初の頃に手に入れた作物だね。でもなんで甘？リネンが欲しいからだ。甘は加工すればリネンという布地になる。リネンも礎石と同じく健康度を上げるのに必要なんだ。わかんないよ。そのうち説明する。畑をもう一つ置けたら綺麗な見栄えになるんだが、ここの山が邪魔だな。しょうがないよ。ま、なんとかなるんだがな。え？技術ツリーで埋め立てを開放。すると命令のところに地形改善というコマンドが出てくる。これを選んで範囲を指定すると、見とけよ見とけよ。は、山がえぐれた。地形改善は土地を平地にする効果がある。こいつを使えば山はなくなるし川も埋め立てることができるぜ。神かな？ただ、山は資源が埋まっているし、川も水力などいろいろ利用価値がある。使いすぎると開発に支障が出るから要所要所で使うことにするぜ。川を埋めたら船がやってこなさそう。それじゃ本題に戻って健康度を上げる街づくりをしていくぜ。雨を理念にしないといけないが、そのためにこの水上の織物工房を建設するぜ。建設場所はここでいいかな。なんで礎石と理念が健康度の改善につながるのかそろそろ教えてよ。ああ、いいぜ。
礎石と理念は、公衆浴場を建設するのに必須の建物だからだ。公衆浴場。市民は公衆浴場で体を洗うことができる。清潔さを保つ市民はより健康的になる。衛生改善をすることで健康度を上げられるのか。建築資材には木材20個の他に、礎石と理念が40個ずつ必要になる。これは確かに建設するのが大変そうだ。だが準備は整った。礎石と理念が溜まればすぐにでも建設するぜ。待ってろよ市民たち、すぐに地獄の釜茹で風呂を用意してやるからな。そこは普通の風呂を用意しろ。マリサ、事件だよ。なんだって。どうやらこの町に泥棒がいるみたいなんだ。何ヶ月も続けて市場の販売人が在庫を出している際に、特定の小さな商品が頻繁に消えてしまい、彼らの帳簿が合わないという事件が起こりました。彼らはついに市場全体を捜査することに決定したのですが、一体どこから捜査を始めればよいでしょうか。町から盗むということは私から盗むと同義。この私が直々に捜査を指揮してくれる。階段か壁のどちらかを調べることになるが。壁を調べよう。空洞があった板の壁にはリスの巣があり、大量の商品もあった。どうやら犯人はリスだったようだ。人騒がせなリスだな。商品を返してもらおう。石製工具86、ウール76、鋼鉄製工具69、薬用石鹸89、栗61、アルパカウール80、薬用石鹸90入手。溜め込みすぎー。しかも見知らぬアイテムまであるし。もらえれば何でもいいさ。薬用石鹸は確か石鹸の上位互換だな。薬草と石鹸から作られる特別な石鹸だ。効果がすごそう。実際薬用石鹸の効果は凄まじく、市民に行き渡った瞬間健康度が全開まで回復したぜ。V 字回復ならぬ I 字回復だ。公衆浴場を建設して、やったぜ、健康度が回復していく、とかやりたかったのに薬用石鹸に潰されてしまったな。台本潰しのイレギュラーだね。まあ薬用石鹸も結局消耗品だし、公衆浴場の必要性がなくなったわけじゃない。視聴者の向かいに建設。それと南の住宅地の方にも一つ建設。これで市民の衛生状態は改善されるだろう。町に公衆浴場が完成したことで今後は健康度が下がりにくくなるね。町の衛生改善ができたところで今回はここまで。それでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は下の丸いアイコンから。高評価もよろしくだぜ。